Once Upon a Time in h a l l i は2019年のアメリカ合衆国イギリスのスリラー映画。1969年にハリウッド女優シャロン・テートがカルト集団チャールズ・マンソン・ファミリーに殺害された事件を背景にハリウッド映画界を描いた作品。クエンティン・タランティーノの監督第9作目であり、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットの初共演作品。 かつて西部劇を中心にテレビスターとして、名を馳せていた俳優リック・ダルトンは、カウンターカルチャーの影響で変容しつつあるハリウッドの中で時代の流れに取り残され、今やドラマの悪役や単発企画へのゲスト出演に甘んじていた。リックの親友で専属スタントマンのクリフブースも、リックと同様に時代の流れの煽りを食い、また過去に自身が起こした出演者とのトラブルもあって、 リックの世話係を務める毎日を送っていた。そんな中、シエロドライブにあるリック邸の隣に、まさに時代の長寿となりつつあった、映画監督ロマンポランスキーとその妻で売り出し中の、若手女優、シャロンテートが引っ越してきていた。1969年2月8日、リックは、西部劇愛好家で、映画プロデューサーのマービン・シュワーズから、イタリアの西部劇映画への出演を進められる。 ハリウッドスターとしてのプライドから誘いを誇示するリックは、ハリウッド俳優としての限界を改めて、突きつけられたと、クリフに泣きつき、自身とは、正反対に多くの友人に囲まれながら華やかで、幸福な前途洋々の生活を送るポランスキー、シャロン夫妻を苦々しく見つめるのであった。1969年2月9日、リックは、クリフの運転で撮影現場へ向かう。 リックから撮影中に家のアンテナを修理しておくように依頼されたクリフは屋根の上からポランスキー邸に向かう一台の車を目撃する。やがて車から降りた男に対してポランスキー邸に出入りしているシャロンの元恋人で友人の J シュブリングが声をかけると男はテリーを探しているという。J がここは1ヶ月前からポランスキーの家だと返すと男は去っていった。 若手俳優、ジェームズ・ステイシー主演のテレビ西部劇、対決ランサー牧場に悪役として起用されていたリックだったが、監督から髪型のチェンジや付けひげなどを要求され、テレビ映画の演技ではなく、映画の演技を見せろと言われて困惑する。さらに、前夜の深酒の影響から何度もセリフを飛ばしてしまう。トレーラーハウスで気合を入れ直したリックは、悪役としての見せ場であるシーンの撮影で、 スターならではの会演を見せつけるのだった。その頃、シャロンは休日を一人で過ごしていた。ショッピングの帰り道、自身が出演した映画、サイレンサー、破壊部隊が上映されている映画館の前を通りがかり、自分の名がクレジットされたポスターを眺めて気を良くした。シャロンは受付係に、この映画の出演者なのと声をかける。 気んな顔をされながらも何とか入場を許され、自身の演技に対する客のリアクションを見て、満足げな表情を浮かべるシャロンだった。一方、リック邸のアンテナ修理を終えた後、気ままにドライブしながら、リックの迎えへまでの時間を潰していたクリフは、ヒッチハイクをするヒッピーの少女プッシーキャットをピックアップする。プッシーは行き先をスパーン映画牧場と告げるも、クリフにとって、 馴染みの撮影所であった牧場について彼女が仲間と暮らしていると語ったことに違和感を感じた。彼は牧場主のジョージ・スパーンに挨拶するためという口実で牧場を訪れる。牧場に着くと車から降り立ったクリフをヒッピーたちが取り囲む。ヒッピーを説得し、ジョージとの再会を果たしたクリフであったが、ジョージは両目を失明した上記憶も混濁している状態で軟禁されていた。 牧場はチャーリーという人物を崇拝するヒッピー集団のコミュニティとなっていた。半年後の1969年8月8日、リックは妻のフランチェスカ・カプチとクリフと共にロサンゼルスへ向かう飛行機に搭乗していた。対決ランサー牧場への出演後、リックはイタリア映画への出演を承諾し、クリフと共におよそ半年間のイタリア生活を過ごしていたのだった。 半年の間に出演した四作品はいずれもイタリア国内でヒットし、二人はある程度の成功を収めていた。ロサンゼルスに着いた二人は街のレストランで食事を共にし、深夜、泥酔してタクシーにてリック邸に帰宅した。ポランスキーとの子を身を持っていたシャロンは大きく膨らんだお腹を抱えながらジェーラー友人と共に街のレストランで食事を取り、その母フの留守を理由に、 彼らを自宅に招いた。クリフが愛犬のブランディの散歩に出た後、リックが追加のマルガリータを作ろうと、キッチンに立った頃、4人の男女を乗せた1台の車が、シエロドライブに現れた。リック邸の前に停車した車のエンジン音に苛立った。リックは4人を同活し、その勢いにケオされた4人は足早にその場を後にした。チャーリーからの命令により、 旧テリーメルチャー邸に住む人物の殺害を企てていた4人であったが、自分たちを同活した人物が、リック・ダルトンであることに気づくと、リック・ダルトンのような殺人を演じた、西部劇スターこそが自分たちに殺人を教え込んだ、超本人である、殺しを教えた奴らを殺そうと標的をリックに変更する。マンソンファミリーが、リック邸に押し入ると、ちょうど散歩から帰宅したクリフト、 ブランディが彼らを迎えた。ファミリーのリーダー格の男テックスはクリフに銃を向け、奥の部屋で寝入っていた、フランチェスカもナイフを突きつけられる。しかし、クリフがブランディに対して合図を出すと、ブランディはテックスの腕に噛みつき、クリフもひるんだファミリーを容赦なく、袋叩きにする。一人プールで酒と音楽に浸っていたリックだったが、クリフと ブランディから攻撃を受け反狂乱になった女がプールに飛び込んでくる。手にした銃を四方八方に乱射する女に対し、リックは過去の出演作で使用した小道具の火炎放射器を取り出し女を焼いて制圧した。やがて警察と救急隊が駆けつけ、ファミリーの遺体と負傷したクリフを搬送。リックとフランチェスカは事情聴取を受ける。クリフを見送りその場に佇むリック。 騒ぎを聞きつけやってきた J がリックに声をかける。シャロンもリックの身を案じ、他の友人と共に自宅へ招き入れるのであった。西部劇の登場人物カメを出演、シーンカット使用された主な楽曲は以下の通り。2009年頃に俳優でスタントマンのある人物と映画の撮影を共にした際に今作のアイデアが浮かんだ。当初、タランティーノは クリフブース役にトム・クルーズを候補にしていると報じられたが最終的に発表されたのはブラッド・ピットであった。第72回カンヌ国際映画祭に登壇したクエンティン・タランティーノとマーゴット・ロビー2019年5月21日第72回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映された。アメリカ合衆国では7月26日に公開された。 日本では8月30日に公開された。本作は批評家から高い評価を得ている。映画批評家レビュー集積サイト、ロッテントマトズでは、2019年8月31日現在、486件のレビューがあり、批評家支持率は85%、平均点は10点満点で7.81点となっている。メタクレティックには61件のレビューがあり、 過重平均値は83、100となっている。第72回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、観客から6分間のスタンディングオベーションを受けた。主要各賞の受賞はならなかったが、作中でクリフのカイヌ・ブランディを演じたアメリカン・ピットブル・テリアのサユリにパルムドッグ賞が与えられている。本作は2019年7月26日に、 米国公開を迎え、28日までの3日間で、興行収入4035万ドルを記録した。タランティーの監督作品としては、イングロリアスバスターズの3805万ドルをしのぎ、歴代最高のオープニング講習スタートとなった、日本では8月30日より、全国320スクリーンで公開した。土日2日間で、動員17万人。 公衆2億2600万円を上げ、6位となった。これは2016年に公開された、前作、ヘイトフルエイトの公衆比476.6%と、大きく上回る成績である。10月2日までに累計公衆11億560万500円、観客動員数79万2386人となり、11億円を突破した。 タランティーノ監督作品の日本での興行収入としては、キルビルに次ぐ2位となった。2019年10月31日までに累計講習11億5000万円を突破したことが分かった。第77回ゴールデングローブ賞では、作品賞、脚本賞、助演男優賞を獲得した。第92回アカデミー賞では、作品賞を含む10部門にノミネートされ、 助演男団優勝と美術賞を獲得した。ナショナルボード・オブ・レビューやアメリカンフィルム・インスティチュート、タイムは本作を2019年の映画ベスト10に選出したエイザ・テレグラフ氏によると、ディック・ダルトンのモデルがバート・レイノルズ、彼のスタントを務めていたハルニーダムがクリフ・ブースであると記されている。ありがとうございます。